こんにちは、レイセンです。今日は8月22日日曜日になります。実験生活1225日目、不老不死週2絶食34日目と代替パンとベリーとドリンクで生活実験5日目です。天気は晴れ、現在時刻は午後2時17分ですね。で、今日は絶食の日なんで、で豆野ミックスを3杯ですね、グリーン豆野3杯でやっていきます。まあ、寝るまでだね。寝るまで3杯。まあ2杯でやれたら2杯でもいいけど。うん、で、翌朝1杯取って、ジョギングして、で、計測って形ですね。うん、で、幽体離脱の訓練は、まあ日中は今日は多分できんもんで、夜だな。夜にちょっとやろうと思ってます。で、今日から、マイクロ SD カードですね。新しくサンディスクの方に変えたんで、まあ、サンディスクでちょっと試してみます。うん。サムスもね、あれ買い替えてからどうかな。結構経つよね。1年以上経つか。うん、調子良かったよ。うん。ずっと調子良かったね。うん。ただ、ここ最近急にね、あれこれちょっと出てきたもんで、うん、認識しないっていうね。今日もさっき出てきたんだわ。うん。カードを確認してくださいっていう風に表示が出て。うん、SD カードが認識されないっていうね、不具合が出たもんで。うん、あと、まあ、この間もね、うん、途中から映像がブツって切れててさ、撮れてなかった、撮れてなかったっていうか、記録されてなかったっていうのかな。うん、そういう不具合もあったから、まあ、ちょっと替え時かなってとこですね。まあ、でもずっと調子良かったもんで、うん、サムスンね。なかなか優秀ってところですね。あれより前に使ってたやつが結構頻繁になんか不具合あったもんで、うん、それと比べたら格段に良かったんでね、サムスン。なかなか優秀でしたね。うん、寿命なのか耐久性なのか分かんないけど、うん、まあいいや、うん、サンディスクね、新しくちょっと試していくんで、うん、性能良かったらいいけどな。性能っていうか持ちが良かったらいいけどな。とにかく不具合が出なきゃいいんだわ。まあそこだけ見たいっていうところです。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。雪豆乳を300。うん。なんかここ最近って久しぶりに天気晴れたね。良くなったね。でももうなんか、うん、秋に入り始めっていうか、そんな感じであんまり暑くもないし、うん、グリーンスムージー200、まあ行楽日和っていうかそんな感じですね。ターメリックを 2g。 とブラックペッパーを 1g。 あと水。で、昨日の残りですね、これ入れていきます。奈良の名水を300。したら取っていきます。次入れていきます。有機豆乳を300。え、グリーンスムージーを200。
で、ターメリック 2g で、ブラックペッパー 1g水はまたいっか、したら取ってきます。今入浴剤が届いたんで紹介だけ。これ湯の素っていう入浴剤、医薬部外品ですね。湯の素本舗村上商会さんが、まあ、出してるという。こういうの、まあ、2本入ってて、いくら2000円だったかな。これがまあいろいろ調べてたら良さそうだったんでね、ちょっと試してみる。内容量 490g ですね。でこのキャップに1杯を毎回入れてね、このキャップに入れて、で、あ、すごいなんか硫黄の匂いがするね。温泉の硫黄の独特の匂いがする。有効成分は多硫化体硫黄、酸化カルシウム、高脳神経痛、リウマチ、ニキビ、冷え症、肩残り、腰痛、疲労回復、産前産後の冷え症、湿疹、回線、汗も、霜焼け、ひび、赤切れ、肥前痔、アレーショ、内見、くじきって書いてある。で一般家庭浴槽にキャップ1杯程度入れてよくかき混ぜて入浴、1日の入浴は1から2回にしましょうってある、まあ、1回ちょっとこれ試してみるんで、創業明治35年って書いてあるね。すごいね、大分県ですね、村上商会さん。これ明日から使っていこうかな。まあ今日はいっか、多分入ってられないと思うんで今日は、まあ明日からですね。まあ調子よかったらね、また、都度ね伝えていきます。まあ、その一杯入れていきます。有機豆乳300、とグリーンスムージー200。なんかすっごい眠いんだけど、すっごいってほどじゃないけど、夕方にちょっと寝ちゃったでな、ここで椅子で、そのせいもあってなんかあんま寝れんかったんだよね夜は。でターメリックはまあいいか、なしでいいや、あと水、ながらの名水を300、で半分取ったらジョギング行っていきます。まあ6時ぐらいかな、そしたら行っていきます。今8時ですね。そしたら計測入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、
背中。72.5 ですね。血圧112-74です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、あれ晴れだったっけ、晴れてねえな、最初晴れてたけどな、途中から曇ってきてた気がするけど、まあいいや。あ、晴れのち晴れ時々雨かな。睡眠時間4時間半ほどとってます。午後4時から7時までの3時間と翌日午前3時半から5時までの1時間半合わせて4時間半です。まあ大体なんで、また編集の時に確認します。ジョギング朝5キロ、ウェイトトレーニングはなしです。懸垂はジョギング行く前に11回普通の懸垂やって、帰ってきてから裏懸垂11回、合わせて22回ですね。日中の室内温度、午後2時ごろ計測で31度、湿度は 57% でした。飲んだもの、有機豆乳今日は3杯なんで900、グリーンスムージーは600、水はながらの名水で460ミリです。合計が 1960ミリリットル、 水460のため実質は 1500ミリ になります。 1.5 リッターですね今日は。で、固形物は今日は絶食の日なんでなしです。なんで 1.5 リッター絶食ですね。で、漢方もなし。香辛料がターメリック 4g、 ブラックペッパー 2g です。尿回数が4回出てて、濃さ平均的、量は平均的、少し多い時がありました。今日は、まあ、回数少なかったっていうのもあるけど、割といつもよりも濃いめっていうかね、薄い尿がなかったですね。で、大便は0回です。おならはたまにありで、匂いはなしですね。おならは少なかったね。まあ、ほとんどないぐらいだったと思うけどな。ちょこっとだけあったかなってとこですね。今日の計測時刻は午前8時頃です。昨日よりも5時間ほど早いですね。まあ、その分 0.5 キロぐらいは増えてることになります。体重 63.90 キロ、昨日に比べて 0.7 キロの減少ですね。で、昨日と同じ時間に測ったら、まあ 1.2 キロの減少ってとこですね。まあ1キロちょい、そんなもんだな。で、 BMI 20.2 でマイナス 0.2、 体脂肪率は 14.4% で 0.6% の減少です。で、まあ体重も 0.7、 体脂肪率も 0.6 下がってるんで、まあまあいい感じですね。血圧 112-74、 最高血圧マイナス4、最低血圧マイナス4なんで、血圧も若干下がってますね。脈拍83でプラス11、ウエスト 72.5 センチで 1.5 センチの減少です。で、今日の気づき、まあ今日は絶食の日なんでね、特にまあ何もないかな。ジョギングは調子良かったですね今日は。割といい感じに走れた。やっぱ朝250ぐらい飲むと違うな。特にこの絶食の日だね。絶食の日の翌朝はやっぱ250ぐらいは入れて走るといいなと思った。まあ今日は調子良かった。途中雨降ってきたけどね、1キロぐらい走ったあたりでもう雨降ってきたけどね、土砂降りまで行かなかったけど、割とそこそこ降ってたって感じですね。まあでも気持ちよかったかな。まああんまり無理せずにね、毎日なるべく毎日走るのがいいんだけど、あんまり毎日もね疲れてくるんでね、まあちょこちょこ休憩取りながらね、休みの日入れながらねやっていこうと思います。で、まあ別に今日顔を朝見た時にもそんななんか肌のね感じは良かったんだけど、肌触りは良かったんだけど、まあそうなんかすごい若返ったみたいな感じはなかったですね。で、今日はまあ爆睡できんかったんでね全然、まあ昼、夕方だな、4時から7時、まあ夕方ぐらいにちょっと寝ちゃってたんでね、あんま眠くならんくって、寝た気がしなかったね夜は。で、睡眠があんまりできてない日はね若返らないからね、まあ今日はしょうがないってとこですね。で、明日は買い出し行ってきます。一応まあ天気も曇りらしいんでね、一日通して、買い出しで
まあヨーグルトだね。ヨーグルトをまた作ることにしたんで、で藤子のカスピ海ヨーグルトとあとまあ有機豆乳もねちょっと多めに買ってきて、でまあそっちにねちょっと準備したもんで場所をね、今までここにあったんだけどさ、まあ、ここやめて、でこのベンチはウェイトトレーニング用に使うんでね、うん、でヨーグルトのあのクーラーバッグはまあ向こうだね、まあ、本棚のまあ近くに置いてます、うん、椅子の上にね、うん、椅子の上に乗っけてある。あと蜂蜜ブルーベリーだな。蜂蜜ブルーベリーをね自分で作ろうかなと思った自分で作る。要はあの市販の蜂蜜ブルーベリーだね、この間買ったやつ。あれだとスクラロースが入っちゃってるもんで、うん、あのスクラロースがいらないんだわ、うん、あれあんま体に入れたくないんだよね。だったらまあ自分で作ってもいいかなって、うん、試しにね、うん、どうしてもうまくいかんかったらまあ買うしかないけどスクラロース入りのやつをね。だけどちょっと自分で作ってみたいんでね。で魂に聞いたら魂の反応も良かったもんで、でいつも買ってるあの 350g の冷凍ブルーベリー、あれとあと蜂蜜だね、うん、ひまわり蜂蜜とあとレモン果汁だね、レモン果汁を買って、でこの間の瓶を使ってね、瓶の中に冷凍ブルーベリー入れてさ、で蜂蜜だーって半分ぐらい入れて、で、まあ、レモン果汁もまあ適量入れて、で水でねちょっと薄めて、でまあ味整えてさ、うん、で本当は多分ね何日間かそのまま置いといてね熟成させた方がいいんだろうけど、漬けとくっていうのかな、まあそれはめんどくさいもんで、めんどくさいっていうかまあそこまで必要ないだろうと思うしね。要はちょっとなんか甘いものがあればいいんだわ、うん、気が紛れるようなね、口寂しい時にちょっと紛らわせられるようなものがあればいいもんで、だそういうのをちょっと作ろうかなと思ってます。その蜂蜜とブルーベリーでね。蜂蜜もまああれ1本 750g で半分入れたらね、まあ結構甘くなると思うから十分な甘さになると思うし、ブルーベリー自体も甘いしさ、うん、でレモン果汁が入ってたんだよね、あのこの間の蜂蜜ブルーベリー市販のやつね、加藤美穂園さんのやつね。なのでまあレモン果汁もちょっと入れてみようかなと思ってます。ビタミン取れるっていうのもあるし、多分あのなんていうかスイカに塩をちょっとかけるとね甘さが引き立つみたいな感じで使われてるんじゃないかなと思ったけどね、うん、で甘さを引き立てるためにちょっと酸っぱいものを入れるっていうね。あるいは酸味漬け、酸味の感じは全然なかったからな、酸味漬けっていう感じでもないと思うし、まあとりあえずレモン果汁は入ってた方が体には良さそうなんでねなんでちょっと入れてみようかなと思ってます。まあその辺買い出して買ってくる。で1時ぐらいにパン焼けるんで、まあ、パンは焼けたら、まあ、蜂蜜で食べようかなと思ってます。とりあえずヨーグルトを作るっていうのと自家製の蜂蜜ブルーベリーを作るっていうね、うん、明日はそれやっていきます。であと五目生揚げとかあと漬物とか買ってでやろうかな、うん、お菓子類はまあなしでねやっていきたいんで、どうしても欲しかったら買うけど基本なしで。こないだふーちゃんとか食べた時だね、食べた時に偏頭痛が出てるんだよね。うん、ふーちゃん食べた日に偏頭痛出てるんだわ、うん、ふーちゃんを食べてからパンを食べると偏頭痛が出るんだよね。こないだそのパターンだったんだよ。なんかああいう砂糖の入ったものを食べた後でパン食べると偏頭痛が出るっていう可能性があるんだよね、まあ、一つはお腹がかなり膨らんでたもんで、でこないだだね、こないだってまあ昨日の、まあ、パン2斤だね、昨日パン2斤食べてるんだけど、昨日はね偏頭痛出なかったんだよ、うん、全然偏頭痛出てこなかったんだよね。でパンも1斤いっぺんに食べてるんだけど、それでも偏頭痛出てこなかったもんで、で昨日はそういうあのふーちゃんとかね、ああいう菓子系を取ってないんだよね。
で、その前の日はふーちゃん食べてて、で、パン食べたら片頭痛が出てきたんだわ。だああいうあの砂糖系のものだね。砂糖の入ったもの、お菓子。まあお菓子だわな。お菓子を食べると片頭痛が出てくるっていうね。まあその可能性が高いんだわ。うん、まあまだ検証段階だけどさ、うん。毎回必ずってわけじゃないかもしれないし。ただ一つはお腹をね、ある程度減らした状態っていうか、空いた状態だね。お腹が空いた状態でパンを食べたらまだ片頭痛が出にくいっていうね。ここは間違いないと思うんだよね。それプラス、まあ菓子類だな。菓子類をまあ食べないようにするっていうね。そうすると片頭痛が出てこなくなる。パンを食べても片頭痛が出てこないっていうね。まあそういう風にちょっと見てるんだけどね。まだ確定ではないんだけど、一応予測だね、予測としてね、その可能性があるってとこですね。なんでちょっと今後も菓子類はやめて、でなるべくお腹もあんまり膨らませないようにして、でやってみる、それで片頭痛が出てこないんだったらいけるじゃんって話になるし、とにかくパンでやっていきたいもんで、パンで片頭痛が出てくるとまずいわけだ。で、片頭痛が出る日と出ない日があるんだよね。パンを食べた時にね。で、その差が何だろうなっていうね。原因が何だろうなっていうね。それが今言ったその菓子だね。菓子とあとお腹の膨れ具合っていうね。この二つだね。まあ間違いないと思うんだけど。まあそこを見ていこうと思っています。なんで一応まあ明日は菓子は買わない予定です。まあ食べたいと思ったら買うかもしれんけど。一応買わない予定。なんか安くなってたら買っちゃうかもしれんけど。で、菓子の代わりに蜂蜜ブルーベリーですね。を作るもんで。それでやっていくようにする。まあ実験としてね。なんで、もう五目生揚げ。基本も五目生揚げとパン。ね、固形物は。五目生揚げとパン。で、間食用に蜂蜜ブルーベリーを、まあ、自作っていうか自家製で作って。あとはもうドリンクはトヤミックスですね。これだけでやるっていうね。で、キュウリの醤油漬けだね。あれ、なかなか美味しいんだけど、値段がちょっと高いんだよな、200円って。あれだったら、まあ、150円が上限かなって思う。あれ、100円から150円の間だろうなっていうとこですね。まあ、量とか、質っていうのかな。あのぐらいのもんだったらね。200円はちょっと高いだろうっていう思うんでね。まあ、買っても2日に、まあ、1袋って、そのぐらいでね、やっていこうかなと思ってます。まあ、そんだけかな。とりあえず、一応パンにヨーグルトを入れたいもんで。あとね、豆野ミックス、グリーン豆野。今、有機豆乳300ですね。300で、グリーンスムージー200でやってるんだけど、これをヨーグルト100ミリで、有機豆乳を200、グリーンスムージーも200ですね。1対2対2。で、ちょっとやってみようかなと思ってます。魂が OK 出したもんで、ちょっとやってみようかな。って持ってる、まあいろいろね、いろいろ実験してみる。ヨーグルトを入れたらそれだけお腹が減らなくなるっていうか、お腹空かなくなるもんで、エネルギーが割と、まあ、多くなるっていうか、酵素がたくさん取れるもんでいいんだよね。全体の量も減らせると思うし、で乳酸菌も入るしさ、まあいいんじゃないかなってところです。ちょっとやってみようかなって。調子良かったらそれでいいし。まあなんかあればね、なんかあって、やっぱ豆野ミックスの方がいいっていうことだったら別に戻せばいいだけだし。その時はまあパンに使うってことだけど、パンに使う量なんて知れてるもんで、あんなスプーン一さじだけだから、減ってかないんだよね、ヨーグルトが。であんまり日が経ったヨーグルトを使うっていうのもね、ちょっとなって思うから、なのでそこそこのペースで減ってくれた方がいいわけだ。で作る時は2リットルぐらい使う
か作るもんで、あるいはもう藤子のカスピ海ヨーグルトをもうそのままね使うかっていう手もあるけどね、なんかそれもな嫌なんだよね、毎回買うのかって話になるしさ。って考えると、まあやっぱりトヤミックスにね入れられるんならその方がいいかなっていうところですね。せっかくヨーグルトを作れるようにねしてあるし、まあそこをちょっといろいろ試行錯誤していこうと思っています。有体離脱は特に進展なしですね。今日は割と集中できた。なんだろうな、ジョギングは行ってないんだけどな、まあ食べたっていうか固形物今日一切取ってないし、昨日まあ砂糖の入った菓子類だねを取ってないもんで、それが良かったのかもしれないですね。やっぱ結局のところ砂糖の入ったものは取っちゃダメってことですね。で蜂蜜だったらいいのかもしれない。昨日蜂蜜割とたくさん取ってるからね、パン2斤食べてるもんで、でそこに蜂蜜塗ってるからさ、なんで蜂蜜だったら結構いいのかなと思った。砂糖中毒にならないっていうのかな、蜂蜜だったらね、なんか白砂糖とか、あとまあ黒糖もそうだけど、ああいう砂糖は中毒になるけど蜂蜜だったらまだ中毒にならないね。そんな感じですね。妙に集中できたからね今日は。まあまだわかんないけどね、まだ検証段階ですけどね、もうちょっと続けていったらまた話が違ってくるかもしれないんで、やっぱり蜂蜜でも一緒かなみたいなそういう風になってくるかもしれないんで、ちょっと様子見です。一応ね、一応間食に蜂蜜は使えるかもしれないって思ってるんで今、なんでそこの確認ですね。実際に今実験で使っていって精神状態とかね、中毒性とかね、いろいろまあ見ていこうと思ってます。で明日まあちょっとまだわかんないんだけど、もしできたら夜ウェイトトレーニングを、まあ、軽くね、軽くこのベンチでねやって、その後湯の元だね、湯の元まあ届いたもんで、あれでお湯ね、湯船に使って、で、まあ、気持ちよく寝るっていうね爆睡できるようにしたいからさ、ちょっとその辺の実験もしてみたいなと思っています。やるか分かんないけどね、気が向かんかったらやらないし、タイミングがあると思うんでね。そしたら実験生活1225日目完了です。それではまた明日。